こんにちは、こんばんは、ミルラです。それでは今日もよろしくお願いします。ちょっと多くの方からですね、仲間内も含めて、皆さんイングランド戦のメンバー予想してくれと、ああいうふうに言われましたので、ちょっと自信ないんですが、まあ、予想して当たったことないっていう感じなんですけれども、多分ですけど、これ収録してるのが水曜日なんで、22日だから明日、多分メンバー発表されると思います。で、このジャストラグビーど真ん中っていうね、元ラグビーマガジン編集長の田村さんが立ち上げた素敵なウェブサイト、本当ありがとうございます。まあ、これからね、ここに素敵な情報がたくさん集まってくると思うんですが、まあ、そこでですね、エディさんの記事もあったんで、それをとかをしながら予想、読みながら予想していこうかなと思います。先にイングランドのメンバー発表されましたね。もうガチですね。ガチですね。もうね、多分昔からその日本ラグビーを追っかけてる人だとしたら、イングランドがこのテストマッチでもう全く手を抜かずに、向かってくるっていうような時代になったことに関して感慨深い人もいらっしゃるとは思うんですけど、まあね、そこで満足してってもうしょうがないということで、ぜひ勝ってもらいたいなと、思いますが、メンバー要素難しかったですねっていうのと、なんかここのポジションこれだけで人いいのかななんて思いながら、もうちょっとがっつり見たんですけど、まあちょっと、三浦いまいちだなとかいうことを言わずに、あくまでも、だから今日この動画公開すれば明日の発表まで 楽しめると思いますし、答え合わせして三浦全然外れてたじゃんとかいうことも含めて、少しでも、テストマッチイングランド戦に向けて楽しんでもらえればなと思います。で、これまあ直前の記事で、まあ、気になったのはいくつかあるんですけど、まずはこれですね。キャプテンは試合の2日前に言います。誰が影響力があるのか観察していますということで、最後ちょっと大胆なキャプテン予想もしてみようかなというところですが、まあね、こう言ってますけど、エディさんは決めてるとは思うんですけどね。で、まあ、合宿こうだよということと、今が大事だよ、でも大事なのは4年後だよみたいな話をされてます。で、まあ、よかったら、田村さんの、このサイトを覗いてもらいたいんですが、で、気になったのが、まあ、ここですね。なんか若者に向けて、本当に頑張ってると。大学生もね。だから森山翼選手、佐藤健介、矢崎選手らが体を張っていたとか。で、その流れでですね、シーズンジョーンズヘッドコーチは、特にフロントローについて言及した。森山佐藤に加え、明大を卒業したばかりの為房慶次郎、久保田スピアーズ、東京ベイ名前を挙げ、現状ではここテストマッチに出られる状態ではないかもしれませんが、3年後は確実に準備ができていると思う。3人の成長分には本当に目を見張るものがあるということはですよ、まだ出てこねえんじゃねえかと、ああいうふうなことを言いました。まずここでね、まずここで思いましたと、ああいうところです。ねえ、こういう書き方として出すのかなっていうところなんですが、で、あとは 冒頭の方にお伝えした繰り返しになると思いますが、キャプテンの決定は出場メンバー発表と同じ日の 試合の2日前と、試合メンバーに入ることが条件、そして周囲への影響力も必要で、その素養がある人が誰なのか日常が観察していますと、ああいうところでした。よかったら見てみてください。で、いきなり 予想する前に、まずスコッ最新の、まあ、もっと更新されてるんですけど、代表メンバーに関しての最新の情報、これかなと思ってて、まあ、最新で追加招集されたのは、まあ、センターちょっと薄いなとは思ってたんですが、サミソニ・テワ選手、D ロックス、ディビジョン1昇格への立役者と、ああいうところと、で、フィフィタが離脱、で、石田選手、ね、渋いっすよね、イケメン、石田選手、ダイナボアーズのバックアップメンバーからの招集。で、残念ですね。ガンターがコンディション不良の尾崎泰雅選手も残念。怪我のために、離脱と。ああいうところで、マッカランは招集。マッカランは絡んでくると思うんですけどね。そっといいっすからね。で、なんか、なんだかんだ言って、ロックが、まあ、絶えずね、一番問題になっているロックのところで、真壁さんに次いで、ザ・日本人ロックの選手、現れるのかということで、桑野英伸選手とか小瀧選手とかが、追加選手になってる、招集になってるというところですね。で、今、その参加メンバーは、21たす10、21たす14、35前後。
でやってると思うんですけど、ちょっとですね、いきなりなんですけど、前さんが岡部選手、竹内選手、為久選手、三浦翔吾選手、茂原選手、森山翼選手、まあ、復活はいいとして、プロップがですね、まあ、すげえ新しい力があるし、みんな実力者だと思うんですけど、やっぱここにですね、具智元も、バル朝入愛も、稲垣選手も、グレイグ・ミラーもいないと、垣永選手とかもいないというところで、なんかちょっといきなりおいおいおいと思ったんですよね、予想どうしようみたいな感じで思いました。まあ、復活はまあ、この3人、まあ、あとはバックアップメンバーにね、堀越選手とかいるし、で、後ろ後は、まあ、こうやって見るとあれなんですけど、個人的に結構悩んだのが、タタフと個人的にはマフィみたいな、ザ・ナンバー8、だからいろんな選手、ナンバー8やるじゃないですか。だけど、なんか本職がロックだったり、フランカーだったり、ナンバー8もできるよみたいな感じなんですけど、まあ、ちょっと個人的にはナンバー8って、ザ・ナンバー8がやってもらいたいときに、タタフもこれ、来れてないし、マフィーも呼ばれてないってことになると、本当にコストリーとかが本当出るんじゃないかななんていうふうに予想せざるを得ないかなっていうところあるんですが、ちょっとそこはまた自分なりに考えがあって、後で予想をちょっとお伝えしますが、フランカーな、後ろバックファイブってもうポジションの垣根がもうないって言われてるんですけど、なんかザ・ナンバーエイトみたいなプレーは、個人的にはタタフとかマフィーみたいな選手欲しいんでね。ちょっとそういうところです。で、スクラムハーフはもう、この今サンバガラスになりつつある、この3人。で、ちょっと僕、まあ、先に英断しとくと、ちょっと、さっきのあれなかったんですけど、松田力也選手が、なんか一回体調不良とかで抜けたりしてませんでしたっけ？なので、順当に考えたらスタンドオフ松田力也選手だと思ったんですけど、その体調不良の記事が一回気になったので、今回はちょっとあえてっていうところです。で、ナイカブラも合流してるというところで、尾崎泰果選手残念というところと、まあ、この辺は、っていう感じですね。なので、何気にこのバックアップメンバーからって選べないんですよね。だから、なんかね、ここら辺もっと呼んでほしかったですよね。なので、ちょっとね、まあ別に前さんばっかり呼ぶわけにはいかないっていうのはわかるんですけど、あまりにも今までのメンバーと違うので、ちょっといきなり予想で驚いたなって言ったところはあります。じゃあ、早速ですが、三浦の予想を見ていきましょうということで、ここからはちょっとこちらの資料になります。ちょっと音を避けて、ジャンと、イングランド戦メンバー予想してみたというところですね。で、ごめんなさい。ちょっと何回か見てる方はあれだと思うんですけど、なぜかリーグワンの、ベスト15。で、その時は、なんか合宿情報とか全然拾ってなくて、あくまでもこのリーグワンのベスト15の上に、例えばね、デアハーとか、サベアとかフリゼルとかっていうのはもう条件ないわけだから、アイザック・ルーカスとか、ディアレンデとかね、モンガとか、だからそういう選手のところをちょっと埋めていこうと言いながら、日本代表ベスト誰かななんていうこととかを当時やってましたが、今回と条件違います。だからその時やったのが、稲垣選手1番で、ハード選手はそのままで、3番にグージオン、で、ロックはワーナーと、コーネルセンで、コーネルセンも今回お休みと、で、ガンタも離脱、佐々木選手は残念ながら呼ばれてないと。で、ナンバー8がリーチというふうな予想をしてみました。で、スクラムハーフは、小山選手の上に、スタンドオフに高本と力也選手、残念ながら呼ばれてないと。で、ライリー、長田選手、で、両ウィングが、ナイカブラと尾崎晟也。で、そのまま行かし、で、残念ながら尾崎晟也選手は呼ばれてないと。で、フルバックは山沢選手っていうふうなことで予想してみたんですけど、まあ、全然これまた状況違うので、もう一回サラからで予想しましょうということでございます。こちらが本チャンになります。で、いきなり1番迷いました。実績で言ったら三浦翔吾選手だと思ったんですが、やっぱりリーグワンで勢いとか、まあ、今ちょっと相当注目度高いということで、1番を思い切って岡部選手と
で、そういうの中、具潤選手とか稲垣選手がいないから2番は、坂田選手っていうのが妥当なんですけど、いや、ここはすいません、もう自分の思いとか気持ち、ちょっとそこは入れさせてください。原田守選手はじゃちょっとスタメン出てもらいたいなと、ああいうところ と3番は先ほどああいう表現がありましたが、竹内選手がそうなってくると妥当なんですけど、竹内選手はちょっと D6 方式でリザーブにして、もうちょっとここは大抜擢、為久選手というところになってくると、すげえイングランドのガチに対してのこのスクラム、ちょっといきなり不安ですが、ちょっと招集されているメンバーのベストということで考えてみました。で、ロックが、ワーナー選手はそのまま当然行きで、でここで記事でもリーチがすごいロックで練習してるって言ってるのあるじゃないですか。だけど今回はちょっといろいろなことを考えて、まだロックでは出さないんじゃないかなっていう気がして、個人的にはそうなってくるとロックはですね、ワーナー選手と若選手がいいような気がします。まあ、ライナーズ残念ながらディビジョン2なんですけど、まあ、ちょっとねパフォーマンスが別格なんで、彼の場合はちょっとこのローロック、リオロックどうかなと。で、去年とかのテストマッチ、一昨年とかのテストマッチでも早々に怪我しちゃってあんま見れてないんですけど、ちょっとここに来てみたいなというところで、フランカーはそうなってくるとちょっとですね、やっぱベテランというか経験値っていうこともちょっとバランス的に考えたくなって、フランカーはやっぱ前回のワールドカップで一番活躍したやっぱファカタバ選手、そして、去年のワールドカップからも頭角を見せつつある福井翔太選手で、やっぱここはすいません、ナンバー8リーチはそのまま生かそうかなと思ってます。いかがでしょうかと。もうどのくらい当たるか全然わかんないですが、ちょっと三浦的に一応真剣に考えてこうなりましたと、ああいうところです。で、バックスは全然小山選手でいいと思ったんですけど、小山選手はちょっと、リザーブに回っていただきます。やっぱりここはですね、斉藤直人選手スタメンの、スタンドオフは先ほどお伝えした通り松田力也選手でいいんですが、当然ただちょっと体調不良の記事が気になったんで、ベストコンディションじゃないってした場合、やっぱリー・スーシンをやっぱやりたいなと思います。で、センターは変わりません、ライリーと長田選手、僕はこの2人が絶対いいと思っております。で、ウィング、両ウィング、残念ながら両方このウィングフルバックとも該当者いないので、この3人ではで、当然片方のウィングはナイカブラは決まりだと思いますが、もう1人を悩みに悩んだ末、多分このチームのファンなら知ってるでしょう、実はこの選手が、相当今勢いもあるしやばいと、プラス代表とかでも絶好調だっていう話も聞きましたということで、ウィングここちょっとスイドラキを入れていこうかなと、なんか決定力あるということで、でフルバックはすいません、もう山沢高橋選手っていうようなメンバーは予想してみました。さてどうなってくるのか、少しでも楽しんでもらえたらと思います。でリザーブが当然坂田選手、三浦翔吾選手、竹内選手、まあこの辺はごめんなさい、スタメン と、リザーブ入れ替え全然あるかなと思います。で、ロックとバックロー後ろ5人で、イングランド体制でもしかしたらエディがフォワード7人体制するかなと思ったんですけど、フォワード6人体制するかなと思ったんですけど、ちょっとここはオーソドックスにフォワード5人でリザーブ考えたときに、サウマキ、アナマキと下川選手っていう、ちょっとマルチプレイヤー的な感じがいかがでしょうかということで、でスクラムハーフは当然小山選手で、残り2人のバックスは追加招集されたマッカラン、そしてもうスタメンもあると思ってますが、高橋大志選手フルバックの経験も今回積んでるというところの21人を予想させていただきました。いかがでしょうかというところですね。で最後、じゃあこの日本代表のイングランド戦スタートテストマッチのキャプテンは誰だというところで、まだ早いかどうですか、まだ早いか、
でもちょっと思い切って予想してみましたということで、ご清聴ありがとうございました。イングランド戦一緒に楽しみましょう。それでは。